ぞっこんウチナアスリート。こんにちは、ラジオ沖縄アナウンサーの杉原愛です。この番組は県内のスポーツ関連のイベントを取材してお伝えしたり、学生スポーツからプロスポーツまで県内で活躍するウチナアスリートを全力で応援しようという番組です。さて、今週からは現在県内各地で行われているプロ野球の春季キャンプ特集、各球団で活躍している県出身選手のインタビューを複数回にわたってお送りしていきます。今日も15分間お付き合いよろしくお願いします。さて、今日は東北楽天ゴールデンイーグルスに所属するプロ2年目、うるま市出身の25歳平龍也選手をご紹介します。平龍也選手は前原高校の出身で、高校時代甲子園出場経験はないものの、大学は九州の強豪九州共立大学に進学、福岡六大学リーグ通算101安打を記録しました。社会人野球 NTT 西日本を経て、2022年にドラフト5位で楽天に入団しました。社会人からの入団で即戦力として期待されて楽天に加入した平選手、ルーキーイヤーとなった昨シーズン一軍出場はなかったものの、今シーズンは開幕一軍での試合出場を目指し、自主トレから気合十分です。また昨シーズン2軍では主にサード内野を守っていた平選手ですが、今シーズンは今井監督からの打診もあり、出場機会を得るために本職ではない外野にも挑戦しているそうです。高校時代を思わせるような気合の坊主頭でキャンプに挑む平龍也選手に、昨シーズンを振り返って今年にかける思いなどお話をお聞きしました。こちらのインタビューをどうぞ。この時間は楽天の平龍也選手にお話を伺いします。平選手、まずは沖縄にお帰りなさい。ただいます。はい、はい、サインの方がいいですかね。今日もとっても日差し強かったですけれども、沖縄キャンプで戻ってくるのは2回目だと思うんですが、改めてこの沖縄の空気感というのはどうですか？そうですね、今年は自主トレも沖縄でやってたんで、本当にキャンプインする前にこの沖縄の気温とか、空気っていうのはだいぶ慣れて今年はキャンプインできたんで、本当に体調もよくスムーズに入れたかなと思ってます。私もこう球場で見てたら、平選手のタオル持ってる方たくさんいましたけれども、地元の応援っていうのは届いてますか？そうですね、やっぱこう地元の方たちの応援っていうのが一番のやっぱこう僕の励みになるんで、本当にこのキャンプっていうのはやっぱきつい練習がたくさんあるんで、その中でこう本当に応援してもらえるっていうことが僕もそうなんですけど、選手の方々も本当にファンにこう応援してもらえることによって頑張れる部分もあるんで、本当はものすごくそこは嬉しいなと思ってます。今シーズン平選手の丸刈りのヘアスタイルからもすごくこう今シーズンにかける意気込みも感じるんですけれども、改めて昨シーズンのルーキーイヤー振り返ってどんなシーズンになりましたか？そうですね、やっぱり、社会人に入ってきて、本当にもういち早くチームの戦力っていう部分で、僕もやっていたんですけど、やっぱり本当にこう前半の方は、なかなかこううまくいかない部分がこうたくさんあって、その中でいろいろ試行錯誤をしながら、本当に去年の後半戦あたりぐらいからこうやっと自分のこう思うようなこう形がこう少しずつでき始めていたんで、その去年できた後半戦のバッティングもそうなんですけど、スタイルを本当に今年1年間開幕1軍を取るためにやってきたんで、そういった手応えとしては、今のところはものすごくよくできているのではないかなと思います。今シーズン後、自主トレからも力を入れて取り組んでいらっしゃると思うんですが、今こうキャンプも実践が増えてきて、ここまでのキャンプでの手応えも教えてください。そうですね、やっぱこう実戦慣れっていう部分がやっぱピッチャーとの対戦まだ少ないんで、その中でもしっかりと早くこう
感覚っていう部分を本当に早くこう取り戻して、もうもっとピッチャーとのこの距離感であったり、もう間合いであったりっていうのを、この試合の感覚っていうのをやっぱりこうベテランの選手たちよりもやっぱり若手の実績のない僕らたちはやっぱそういったことで言い訳ができないんで、本当にその中でももういち早くあの感覚っていうのを取り戻してあのやっていきたいなと思ってます。やっぱりこうご自身の強みバッティングで今シーズンも活躍していきたいという思いが強いですか？まあそうですね、バッティングもそうなんですけど、やっぱりこう本当にチームのこう戦力にあのなるようなあのスタイルであれば、まあ、僕は本当にバッティング以外でも、まあ、走塁守備でもあのどういう形でも本当にあのチームに貢献できるのであれば、まあ、全部やっていこうかなと思っているので、まあ、その中でやっぱ強みであるバッティングであったり、あの走塁盗塁とかこういった部分をあの活かしながらあのアピールしていきたいなと思っています。そういう意味では今シーズン外野にも挑戦されているのはそういう思いがあるんですかね？まあ、そうですね、はい、去年はもう内野をずっとやらさせていただいて、まあ、僕も外野ではあのこうやって試合出たりするのは野球人生初なんで、まあ、本当に難しい部分はあるんですけど、まあ、本当に1軍で試合出るってなるとやっぱあの今年初めて外野やるんで、こう多めに見てもらうとかそういった部分はないと思うんで、本当にそういった中でもしっかり初めてやる中でもやっぱりあのいち早くこう周りの選手に追いついて、まあ、追い越せるようにという思いで今はやってます。今のこうキャンプでこう掴みたいものっていうのはどういう目標を持ってやってますか？まあ、そうですね、まあ、一番はやっぱ、まあ、守備とかも部分もそうなんですけど、やっぱりあのバッティングの部分であのしっかりと今は一番結果残したいなって思っているので、まあ、それはもう打つだけではなくて、やっぱ作戦系のバッティングであったり、まあ、本当にこうチームと必要とされている場面での結果の残し方っていうのが、まあ、僕は一番求められているんじゃないかなと思っているので、まあ、本当に打つのも大事なんですけど、それ以外の部分でもしっかりこう周りの選手たちとはこうちょっと違う形でも少しずつあのこうアピールしたいというふうに思っているので、まあ、本当にでもその中でしっかりあの自分のバッティングというのを見失わないようにやっていきたいなと思っています。改めて今シーズン通しての目標も聞かせてください。そうですね、やっぱ去年はやっぱ開幕1軍という目標があったんですけど、それが実現できなかったんで、まあ、本当にまあレギュラーを取るという思いで僕もやってますし、まあ、本当にそれぐらいの思いでこうやらないと、やっぱこの1軍のキャンプに来ている選手たち本当にものすごい選手たちばっかりなんで、その人たちに勝つってなるとこうやっぱいろいろ取り組んでいかないといけないんで、もう本当にもう目先の目標っていう部分ではやっぱ開幕1軍っていうのがあの一番の今の目標です。あのこう高校まで沖縄で過ごされて、いっぱいこう沖縄からもエールの声届いてると思うんですが、ぜひこう県民の方に応援してくださってる方へのメッセージもお願いしてもいいですか？そうですね、やっぱこう沖縄のあの出身の方ってやっぱこう本当になんか独特といいますか、やっぱこう県外に行ってもやっぱこう沖縄の友達だったり家族っていうのは本当にいつもこう応援してくれる、してくれてますし、まあ、僕大学から県外に行ったんですけど、本当にあのみんなこう応援してくれてて、で僕がプロに入って沖縄のキャンプでこうやって野球してる姿っていうのも本当に周りの方々にもあのたくさんこう見てもらえてるんで、やっぱこう期待されてる分しっかりこう期待に応えないといけないっていう思いで僕もやってるんで、まあ本当にその期待に応えれるようにあの僕も頑張りたいなというふうに思ってます。で、あの沖縄で頑張る高校球児に向けてもエールのメッセージもらってもいいですか？そうですね、やっぱ僕も甲子園にはこう出れなかったんですけど、まあ、本当に甲子園を目指してこうやることによってこうチームこう一体感というか、まあ、本当高校野球ならではのこう青春時代っていうのが送れると思うんで、本当にこう高校野球って野球人生の中でも本当に限られた3年間という中での本当にものすごい青春な時間だと思うので、本当に一日一日こう無駄にせずみんなでこう頑張って甲子園目指していってほしいなと思います。はい、温かいメッセージありがとうございました。今シーズンぜひこう一軍で活躍する姿期待して応援しております。ありがとうございました。ありがとうございました。
東北楽天ゴールデンイーグルスの平龍也選手でした。やはり地元の応援は力になるとのことでしたね。この日のシートバッティングも外野レフトの守備につくシーンがあったんですが、平選手の姿をより近くで見たいとの思いで、平龍也選手の名前が書かれたタオルを手にした沖縄のファンの方々が三塁側に多く座っている様子も見られました。持ち味のバッティング力を生かしつつ守備の幅も広げ、一軍での出場機会を伺う平龍也選手、今シーズンの活躍とても楽しみですね。以上、今週は東北楽天ゴールデンイーグルス2年目の平龍也選手のインタビューをお届けしました。この時間のご案内は杉原愛でした。